くさん取れました。ハバネロです。はい、ハバネロです。これね、もう触ったらね、なんか手がヒリヒリするんですって。会社の人にね、僕さっきあげたんですよ。じゃあね、もう手がヒリヒリして2日ぐらいなんかえらいことになるんですってっていうのを聞いたんで、僕あんま辛いの得意でもないし、これちょっと乾燥さす前にこうヘタを取って半分に割ってから乾燥さそうと思います。その方が早いかなと思うんですよね。このまま干したらなんか腐りそうな感じするんで、とりあえず中だけ開けてから干そうと思います。で、まあ手袋と水と、もう外なんで、まあこんなちょっと汚れてるまな板なんですけど、これでやっていこうと思います。で、もう包丁使いません。こんな感じで、ちょ目に飛んでも嫌やな、これ。こんな感じでいきましょうか。こんな感じでこれで干していこうと思います。ちょっと匂ってみましょうか。甘い匂いがするな。ちょっと、甘いな、匂いは。かじりたくなるような匂いですね。でもかじりません。まあこういう状態で干していこうと思います。種もまあ取らないでいいでしょう。これでいきます。はい、とりあえずもう切りました。これをね、干していこうと思います。でね、ちょうど思い出して干すものなんですけどね、ちょうどいいのがあったんでね、それで干そうと思います。これに入れて干します。これ知ってます？これね、魚取るんですよ。トラップなんですけどね、これ僕買ってるんですよね、前に。これ魚、これ取れないんでね、これをこう入れて、これで干そうと思います。こんな時いいですよね、買っといてよかったと思います。これ魚取り網、こんな時に役立ちました。これいいです。もうなんかすごい匂いするな、これ。なんか匂ったことのない。これ触るの嫌やな。このままこう干していこうと思います。はい、梅干し。もう、梅雨が明けたんでね、これちょっと天日に干します。はい、あとこれをね、広げて天日に干そうと思います。色をね、あんまりつけず、シソを少ししか入れませんでした。ちょっと色を薄くしたかったので、干していこうと思います。はい、これでね、干す作業をしていきます。だいたい3日未満。干したり入れたりして、そういう作業を進めていきます。うまくいくといいですが。はい、梅干し3日未晩干しました。結構ね、乾燥してこうシュワーっとしてきてます。で、これをまた、これをね、このいさ初めにつけてた梅酢、まあこれも干したんですけどね、これに戻していく作業をします。まあこのまま本当は食べてもいいんですよね、もう出来上がってるんで。でもちょっとこう、ああ柔らかいですね。うん、これぐらいなら美味しいはずです。これをね、この梅酢に戻していく作業をします。
三日三晩干しました。こうやったらね、またこう膨らんでくるはずなんですよね。だからまあそんな硬くな、もうこの小さいのなんか見てください、もうカリカリになってるんですよね。塩になってますけど、まあこれもこう戻して、じゃあなんでこれ、そうしないとこれ食べるとこないんですよね。だからこう戻していきます。はい、漬け終わりましたね。うん、美味しくできてると思います。はい、これを直して、はい、でね、あとまだこのしそあるんで、これもうちょっとねカリッカリまで干します。カリッカリにします。ほんでこれをこう砕いてね、はい、しそふりかけを作ります。
はい、完成です。冷製梅パスタ。それではいただきます。冷製梅パスタ。もう混ぜましょう。これもう冷えてるんでね、夏は暑いんでやっぱりこういうのがいいですね。美味しそうです。はい、いただきます。よいしょ。うん、さっぱりでうまい。やっぱりナスはこういうさっぱり系いいですね。まあトマトソースも美味しいんですけどね。でちょうど暑くてこう冷たいのいいですよね、これ。うん、梅がね酸味として使ったんで美味しいです。やっぱあの、つけ麺とかそういう感じ系もね、酢が入るじゃないですか。だからこういう、冷麺的な、つけ麺的なもの、やっぱり酢の代わりに、酢はいるんでね。まあ、それを梅で使った。んで、今回使った梅はね、塩分控えめなんで、いろんな料理に使えると思うんですよね。あと、そう、色もあんまりつけてないので、こう、うん、邪魔にもならない色になると、味だけこう、酸味の効いた梅で、使っていけると思います。美味しい、これ、じゃこもちょうどいいですね。うん。美味しいです。梅も、いい感じにできました。あと、ハバネロをね、干してるんですが、まだそれ乾燥途中なんでね、またあれを乾燥したら何かにこう使えれればと思います。今日は梅干しができたのと、美味しくできた冷製梅パスタに乾杯。これあと最後オリーブオイル入れるの忘れてたらダメですね。うん、それが忘れたらえらいこと。おいしい。